皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家でバン、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですね、名人が仕事の帰りに鳥吉さん行って焼き鳥買ってきてくれましたよ。まあ、定期的にね、鳥吉さんの焼き鳥は食べなあかん体になってるからね、まあ、定期的に出てきますよ。ということで早速始めましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリンラガービールですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、ちょっと泡少なめでしたね。まあいいでしょう。では行きます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。行きます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。よう冷えてるわ。手が冷たいね。そんな感じです。はい、では鳥吉さんの焼き鳥紹介していきますよ。まずはこの一番こっちの左端のやつね、ぼんじり、そして砂肝かっこ砂ずりやね。はい、そして一本だけあるのが心、それからこの結構5本ぐらいあるのが鶏皮、そして右側の大量にあるのが桃ネギやね。はい、これを食べていきますよ。そしてもちろん今日も焼いていきますよ、これを。はい、今日も焼いてくれるのは屋台横丁さん。ではよろしくお願いいたします。では焼いていきます。はい、ではまずはこのぼんじりから焼いていこうかな。はい、そしてこの鶏皮も焼こうかな。はい、ではこれで焼いていきますよ。少々お待ちください。はい、そろそろいい感じになってきたかな。では早速いただくよ。はい、まずはこの鶏皮いただこうかな。いい感じに焼けてるんでね、見てこれやばいね。これを一旦お皿に置きますよ。そしてこれかけていくよ。はい、一休堂の京一味、これかけて食べたらピリ辛になってうまいからね。はい、こんなもんかな。では早速いただきますよ。いい感じやね。はい、やっぱり鳥吉さんの焼き鳥うまいね。鶏皮最高にうまい。ビールに合う。はい、ぼんじりもいい感じになってるよ。そしてその横ではね、砂肝も焼いてるよ。では早速このぼんじりいただくよ。ぼんじりは鳥の尻尾ね。はい、
めっちゃ美味しそうです。はい、ぼんじりにも京一味かけていくよ。これ怖いのドバッと出るからね、えもうちょっとずつ出てくれないかな、まあ、危ないんでこんな感じかな。はい、ではいただきます。はい、ぼんじりいただきます。うん、ほんとこの京一味めっちゃうまいね。ビールが進むくん。はい、砂肝の横で心と桃ネギ焼いてるよ。そろそろいいかな、この砂肝っていうか砂ずりっていうか。ではいただきますよ。はい、今度はこの七味をかけていくよ。七味、この一休堂の京七味、これ香りがいいから俺好き。ではいただきますよ。はい、つなぎもはこの食感がいいよね。うん、またこの京七味がね、香りがいいから、香りが鼻から抜けるっていう感じ、素晴らしいね。うますぎて一本目終了、そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、次は心いただくよ。さっきのね、七味がここのお皿にねだいぶ残ってたんで、これつけさせていただいていただきます。心は俺は食感も味も大好き。うん、うまい。これは言うことなしん。はい、そして桃ネギいただきますよ。いい感じに焼けてるしね、美味しそうな感じ。これも一旦お皿にのして、そしてこれかけていきます。はい、桃ネギにも七味やね。これはほんと香りがいいからいいよね。はい、ではいただきます。はい、ほんと鶏よしの桃ネギってうまいよね。鶏の新鮮さがわかる。最高にうまい。
生きててよかったっていう感じ、そんな感じです。今日も鳥吉の焼き鳥で癒されてるよ。俺は本当うまいね、ここのやつ。もう定期的にね食べなあかん感じ、そんな感じの体になってますよ。ところで猿吉くん、猿吉くんは今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、猿吉です。いやー、ケンさんこれですね、札幌黒ラベル、しかもロング缶。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはん、そこのおばはんがくれました。なんでくれたかっていうとね、まあ皆さんも大体わかると思いますけどね、今日はあのおばはんね帰ってきたんやけど、鳥吉寄ってから帰ってきたんです。そして玄関ガラガラって開けるから、サルちゃんトコトコって玄関まで行ってね、それでおばはんさん今日もお勤めご苦労様でしたって言ったら、サルちゃんビール買ってきたよ、今日は久しぶりにいいビール買ってきたよ、札幌黒ラベルのロング缶よ、今日は好感度アップ作戦じゃないよ、なんでかわかるって言うとね、言ってきたんで、一応まあ知ってるんでね、一応言ってみましたよ。それはですね、鳥吉行って焼き鳥買って帰ってきて、あと料理作らなくていいからウキウキしてるっていうことでしょって言ったら、そうやけど、そのまんま言われるとなんか腹立つ、猿にもうあげんのやめようかなって言うから、おばあさんごめんなさい、ちょっと正直に言い過ぎました、もうちょっとなんでかなっていう顔したらよかったね、ごめんなさいね、次から気をつけますので、それいただけますかと頭を下げてこれいただきましたよ。ということで今日もおばあに俺だけ言っとこうかな、おばあ、おばあ、そこで焼き鳥パクついてぼーっとしてるおばあ、今日は黒ラベルのロング缶くれてありがとうの、それだけ言っとくで、ね、そんな感じで今日は危なくビール取り上げられるとこやってヒヤヒヤしたサルちゃんです。以上。そうやったよね、サルちゃん危なかったね。正直に言うと名人怒る感じのタイプの人間やからようわからんけどそしたら聞くなっていう感じやけどね、まあ見え見えの感じがあるんでね、今日は料理作ってませんよ、それだけ言っとくわ、と言いながらふと時計に目をやると、まあまあいい時間になってきたんで、そろそろ今日はこの辺でお開きとさせていただきますよ、撮影の方は。俺はこの後焼き鳥一杯食べてビールももっと飲まなあかんからね。ということで今日も見てくれてありがとう、コメントとグッドボタンはお願いします、それだけ言って今日は終わりにします。ということで残念無念、また次回も見てね、よろぴくー。